菊姫は、戦国時代宗方氏一族の女性。宗方氏の家督をめぐる争いに巻き込まれ、悲劇的な最後を遂げたことで知られる。その死後の数々の伝説が残された。第76代宗方大宮寺の宗方正氏と、その性質やまだ夫人との間に、一人娘として生まれる。宗方氏は、古くより、宗方三神を祀る宗方大社に奉仕し、 宗方の地を治めてきた一族で、菊姫が生まれた時代には、筑前、武前の守護で、中国地方の大名を大内氏に属していた。父聖子は大内海への軍役を果たすために、菊姫親子を宗方の地に残し、山口に3年間ほど出資しており、この期間に、大内家の実力者、東高房の名称用を第二夫人に迎え、菊姫の異母兄弟となる。 なべことぶきまると色姫を設けていた。菊姫は十四歳の頃に、おじで、父聖子が山口出仕の際に大宮司を務めた、し、続くの腰男と結婚した。ただししの死後は、し男が胸方大宮司の家督を継承し、ただししと同じく山口に出資しているが、この結婚は長くは続くことはなく、とう高ふさが放棄した、大明治の変によりし男は、死君、 大内義高に準じて死亡している。当主を失った村形家では、死男の弟、千代松を押す派と、死男の未亡人である、菊姫、伊母邸鍋と琴吹丸を擁立する派に二分し家得を、巡る争いが生じた。最終的にこの争いは、唐高房の後押しを受けた鍋、と琴吹丸側が勝利し、千代松及びその父し続くは、無に逃れるも、打ってを差し向けられ、 千代松は山口で、しつづくは彦山で撃たれた。この家督をめぐる争いには、菊姫親子も、いやおうなしに巻き込まれることとなった。天文21年3月23日の夜、山田の館で、鍋、べ、ことぶき丸川から命を受けた家臣により山田局、18歳の菊姫、4人の次女が残殺された。館内は、血の海と化し、館に乱入した増標により、 財宝を奪われたという。菊姫ら6人の遺体は、館の裏側の崖下に穴を掘って埋められた。この事件の後に、宗方家中では事件に関わった者たちが、次々と、開始や返事し、数々の会議が起き、宗方領内では、山田事件の怨霊が囁かれたという。また、事件の7回期にあたる永禄七年には、菊姫の遺母。 妹いる姫が突然髪を振り乱し、母商用の喉笛に噛みつき、発狂するということも起きている。山田事件の後に、鍋べこと武器丸から名を改め、第70代宗方大宮寺を相続した、指定は、家内や寮内で起こる、数々の怪異や不幸が、幼少期に起きた悲惨な事件が原因だと考え、多くの僧を呼んで、菊姫ら6人の大法要を営み、 寮内に56のも、寺院を建て6人の鎮魂と異例を務めたという、ありがとうございます。